けを。何事だ。傷の治療になるんで蜂の蜜をクス氏に売ってるんです。だけど猛虎に漏れたのか大勢が向かっております。では直ちに逃げよう。いけません。元の巣が崩れたのでここの巣しか残っとらんのです。和歌を読んでやるほど大切にしてるので捨ておくわけには。では隠れておれ。猛虎は俺が遮る。隙あらば蜂を味方に。隠れておれ。蜂に代わってお礼申します。あなた様を思って一首作ってみたんです。蜂よ蜂、このお方こそ守り神だから。味わいがあるな。話の相手が蜂だけでしてね。
こっちだ、影。よし、よし。侍が境トイレで助けてくれた。こんな日が来るとはな。槍川の陣か。人暴れしてきたそうだね。手下が生きてもらって境トイレの手に入った。ようやく大鷹を相手に渡り合える。行き先はつかめたか。まだだ。でもいいことを知った。留守の間、大鷹が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか。いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのね。なぜ大鷹はあんたを生かした。一度大鷹は俺を捕らえた。逃げられた。やり残したことがあるのだろうな。隠してることがあるようだね。フカ、ジン、大鷹は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。崖には猛虎が大勢いるぞ。隠れ家には見つからずに入ったが、遅からずここが見つかっちまう。復讐であろう。我らは戦船を沈め、訓備士を切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか。奴らを集落から離し、陸で戦おう。多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。不意打ちはどうだ。俺たちがよく知ってる地で。木田船の村。策は。天蔵、皆を集めな。すぐに立つ。
幾人か先に浮かせた猛虎をキダフレに釣り出してくれる。不意打ちの備えも進んで、大きい、我らは馬上で控えよう。伸びを止める手立てだ。待ち受けて撃つ。人を奥にしても広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだな。林だ。あそこに巣人忍ばせよう。戦船から奪った呪し術が使えそうだな。猛虎を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎が近寄らなかった。騎兵で税の脇をつき、腕ずくで祈らせます。あそこはどうする。この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った。いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補ぎ抜いておいた方がいいね。おのおのを配置、我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖をまき散らした。己が防げたはずの恐怖。配置急ぎよ。猛虎を見たら合図を。ここの村人が退却したとき見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと。丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。不意打ちや罠で大勢を殺し、寝首までかいたのだ。だからどうした。身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7番かかった。つらかったであろうな。どの口が友の首を探し回る辛さ、わかるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか。あまただ。俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他の奴が止めた。俺の目の前で助けられた。なのに。来たぞ。馬に乗れ。来ました。やつら敵だ。遠藤、陣、続け。一息に行くぞ。不利になったらここに戻ってくるんだ。小勢が残って守る手はずだ。父を殺した者と共に戦う。父は悲しむぞ。来たぞ。正面。このまま突き入る。
猛虎の遠征が来たぞ。相手をして動きを封じる。かかれ。終わったぞ。楽な相手だなあ、ジン。幸先は良い。合図、猛虎が来てるんだ。よし、馬に乗れ。ああ、昔を思い出すね。楽しんでおる。かように侍を殺したのであろう。急げ。猛虎をもてなしてやるぞ。早くだろう。荷車に乗せときました。よくやった。すべて倒した。今のところ滞りない。あの有様は忘れられぬ。人の生き地で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよう。酒井忠の所業を。人斬りの戸郷を。黙れ。今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。ああ、急ぐぞ。フカ、後ろの守りは整ったか。今少しかかる。ここで猛虎をとどめねばならん。不意打ちか。調べてみるぞ。下がれ。俺が忍び込む。奴らの隙をつけ。
perdu, hein?数が多すぎる。勝負にならねえ。ここまでか。お主ら馬に乗れ。櫓まで引け。そこで迎える。ジン、先駆けろ。下がれ。一度引く。俺たちの仲間だ。猛虎に追われてるんだ。助けるぞ。遮った。守りまで引く。せきとどめろ。死んでも負けるんじゃない。
押し戻す。戦え、敵を倒せ、息を守れ、息を守れ。お前は死ぬのが衆生のためだ。幻だろう、大鷹の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。やれよ。この土は人の血を好む。父上様が吸わせたからな。救おうとなされたのだ。父上のことをなぜ黙っておった。俺をたばかったな。騙してたわけじゃない。酒井忠は敵だったが、あんたとなぜかようなボンプラ父を返した。知らねえよ。うんだ。酒井は何十も切ってぶっ倒れた。足を折ったんだろうな。俺はとどめを刺しただけだ。Ini kan lagi perang, ngomong-ngomong. Ini bekas musuh ayahnya. Itu banyak perampok. Pernah diperangi samurai. Iya, perampok itu dia yang menyebabkannya. Sakai. Terpaksa kita di teman harus berteman buat melawan Momo. Dan di sini kita harus berteman. Yang sekongkol sama Momo. Tiba-tiba sekongkol sama Momo buat melawan. ため戦うことも、父はとは違うこと。さなかは己を切っていた。ギラギラ。フシン。これ warnanya beda loh。lebih hidup warnanya。di sini? iya di TV ini。HDR-nya dihidupin. Kalau HDR nya si Echa bagus, HDR baru gitu. Kalau HDR-nya dihidupin gini, warnanya kelihatan gelap terang dan segala, warnanya lebih kaya pokoknya, jauh lebih kaya lah. Terus tata suara lebih jernih ini TV ini tuh. Tapi kalau HDR nyala, kita nggak bisa siaran. Itu aja kalau pakai PS 4 Slim. Kalau pakai PS 4 Pro atau PS 5 kayaknya bisa streaming 4K.